こちらドイツのハンブルグ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先行争い何が行くんでしょうか。ルナウェルズ前に行きそうです。バーボンアムール、それに続いています。さらにはベストタッチ、4番ノットアップ、その後ろクイックスパーク、どうやら後方からの競馬。では前の方から見てみましょう。アスマラ先手を取りました。並んで5番バーボンアムール、好位置をキープしています。エアグルーヴ、その外からルナウェルズ、並んで2番ボスラシャム、その外からサンセットガリバー、その隣にインディアンシャルマン、バイスシュア、そのうちに続いています。内からはノットアップ、その外からベストタッチ、並んで8番カタリスト、エンドウィナー、すぐ後ろ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はバーボンヤムール、バーボンヤムール後続を引き離します。2番手はアスマラ、アルコンバット、3番手エアグルーヴ、 B1 です。さあここからどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はバーボンヤムール、アスマラ続いています。サンセットガリバー、その後ろ、その隣からはアルコンバット、ボスラシャム、その後ろルナウェルズ、その後ろエアグルーヴ、続いています。バイスシュア、その後ろ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭はまだ5番バーボンヤムール、2番手はアスマラ、ルナウェルズ、3番手7番エアグルーヴ、差を詰めてきました。一気に先頭を捉えるか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。バーボンヤムール先頭、差はほとんどない。2番手はエアグルーヴ、残り 200m、 エアグルーヴ伸びてきた。ルナウェルズ必死に追う。ルナウェルズ迫る。エアグルーヴ粘る。エアグルーヴ、エアグルーヴ1着、2着にはどうやらルナウェルズ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。エアグルーヴ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってビワハイジ、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手は藤野真剣王、あと 200m、 ビワハイジ先頭だ。残り 100m、 藤野真剣王抜けた。一気にキングオブダイヤ、藤野真剣王、藤野真剣王1着、2着にはどうやらキングオブダイヤ、見事に勝ちました。藤野真剣王、ビワハイジ敗れました。これは掲示板までです。Thank you.
さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。最後の追い比べ、先頭はシーキングザパール、カバーを一気にちきります。2番手はマイネルマックス、シーキングザパール、この馬で決まりか。シーキングザパール今ゴールイン、段違いの強さです。シーキングザパール1着、2着はマイネルマックス、1番人気に応えました。シーキングザパール見事です。